2年目を迎えた足長蟻のコロニーです。いくつかのタイプの飼育ケースを経て、現在はこのような飼育ケースで、飼育をしています。中央に大きな石膏巣、そして右側にもう一つの小さな石膏巣、そして左側に餌場が連結してあります。石膏巣が2つある理由は、主に中央の石膏巣に、給水をしているんですけれども、もし給水のしすぎなどがあった場合には右側の、石膏巣に避難できる仕組みになっています。足長蟻のコロニーは女王が1匹のみの、タイプですね。女王蟻の結婚飛行は、2020年の7月、とても暑い日でした。時間帯は、午後に回ってから採集したものです。2020年のうちにワーカーが誕生し、最初の冬を越えて、現在はワーカーの数が16匹になります。冬を越えたコロニーはすでに活動を再開していて、幼虫の成長や産卵がすでに見られます。足長蟻の飼育をしている中で、見ることができる面白い光景について触れたいと思います。それはですね、幼虫の食事シーンになるんですけれども、幼虫がですね、肉餌に、自らかじりついて直接食べるという行動になります。今画面の下の方にミルワームの、切片に食らいつく幼虫たちが、確認できます。拡大するとこのような感じですね。ワーカーがですね、幼虫を肉餌の元に、運んできてあげて、幼虫たちは自ら首を伸ばして、ミルワームにかじりつくことができます。今、真ん中の下の方の幼虫ですね、首を今ミルワームの反対側に首が来てしまってるんですが、頑張って首を伸ばして、食らいつこうとしている様子が見えますね。結構ですね、こういった肉餌を、食べる様子っていうのが見ていて面白いので、別の種類の肉餌を与えてみました。今回はですね、ミルワームではなく赤虫を投入しました。見た目あんまり良くないですけども、これが赤虫の塊になります。しばらくすると足長蟻は赤虫を巣の中に運び込んでいました。運ばれた赤虫はですね、すでに幼虫たちのもとに運ばれていて、幼虫たちが先ほどのミルワームと同じように直に食らいついている様子が確認できます。今、幼虫たちが食らいついてますね。ちょっと早送りしてあげると、幼虫たちが動いている様子が確認できるかと思います。このように幼虫たちが積極的に餌に食らいついてくれている様子というのは、とても、見ていて飽きないというか、観察の上で面白い光景かと思います。そしてですね、しばらくしてから、赤虫を食べ終わった後のコロニーを、覗いてみました。もうすでに赤虫の、もうかけらもないような状態ですね。そして幼虫たちの体がちょっと赤っぽく見える、のがわかるかと思うんですけれども、まあ赤虫ちょっと赤い、エキスみたいなのを持っていて、食べ終わった幼虫たちが赤虫の赤色、これをですね、体内から透かせている、透けて見えるっていう状態ですね。そして卵も結構ありますね。巣内にはサナギも見えます。すでに活動を再開していて、まあ、産卵や幼虫の成長がですね、始まっているこのコロニーでは、タンパク質の需要というのがやはり大きくて、まあ、今回のように、赤虫やミルワームなどの肉餌をですね、幼虫たちがガンガン、食べてくれます。これが観察の面白い点ですね。ということで、2年目を迎えることになりました足長蟻のコロニー、女王が1匹の状態から1つの冬を越えて、コロニーとして2年目をスタートさせました。
ワーカーの数16匹というのは、特別爆発的な増加をしたわけでもなく、また少なすぎて、心配という規模でもなく、一般的な2年目のコロニーの規模なのかなと思っています。そしてですね、うちの場合は部屋の中ちょっと暖かい状態で管理をしていたので、冬場ですね、極度に寒い状態という感じではなかったので、もう2月頃からこのコロニーに関しては活動を始めていました。そして今回見ていたように、肉餌をどんどん食べてですね、幼虫が成長している姿というのを、見ることができました。このような感じで、幼虫が順調にすくすくと成長していて、それから産卵数も結構卵を産んでるのが確認できたので、今年2年目の、足長りの頃にですね、こちらの成長を楽しみにまた見守っていきたいと思います。では今回は以上で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。